ラミレス、岡本和真がメジャー移籍日本ね、かなり難しいね。岡本選手がメジャーに行っちゃったら巨人の4番は誰になると思いますか？と質問すると、元騎士は苦い表情で、今はいないだろうねと本音。今シーズンでも岡本が怪我をしたら誰が打つんだっていう風になると思うけど、そうなってくるとやっぱり坂本とかになってくるのかなっていう、また違う野球になるだろうねと。現状の戦力ではベテランの坂本勇人に頼ることになるだろうと予想する。菅野には日本に残ってほしいな。阿部が数十年監督した後に監督やってもらって、岸田監督へのつなぎにしてほしい。もう20本打てるやすら出てこなくなったよな。憧れの阪神遺跡でええやん。岡本より年下で一番ホームラン打ってるのが3本の高野さの字が日本の萩尾。プロ野球全体に言えるけど、ほんまに貧打になったな。岡本の代わりがいないからポスティングは認めないだろねって話か。打撃はともかく守備から岸の人に言われてもね。岡崎が4番打ってたこともあるぐらいやし、吉川でええよ。岡間ソフトボールは一人が頑張って流行らそうとしてるのが伝わってくるが、誰も真似しないから得点余裕というね。筒香が痩せた悲しい筒香になって、結局日本でも復活しなかったからな。厳しい目を向けられてもしゃあない。ご視聴ありがとうございました。